モンスター井上尚弥。コロナ禍エンターテインメントを取り戻そうという、思いから、参戦を、決めました。前人未到の記録を次々と打ち立てる怪物はコロナ禍でも光を灯す。この先まだ誰も見たことのない景色を切り開くだろう。その前に夢の9分間実現。いや、どちらにせよ9分かからないかもしれない。バンタム級至高のマッチアップが実現する。若くするんじゃないですか。迎えるは元 WBC 世界フライ級チャンピオン比嘉大吾。トレーナー乃木ジョージは言った。比嘉は波乱万丈の選手だと。圧巻の15連続 KO 勝利。フライ級では一度の失敗。そして放浪からの再生。今バンタム級にいたことは運命か。転がり込んできたモンスターとの9分間。巻き起こる今後を占う史上最大のガチスパー。攻めるしかないんで、自分の場合は。獅子はモンスターの尻尾を照準に入れた。試合と思ってるんで、いつも通り倒しに行きます。試合みたいな感じで、バンタム級に上げてきて、そこでどんなスパーリングやれるのか、お客さんはぬるいスパーリングなんか見たくないと思うので、それはもうガチでやりたいと思います。ちょ、任せてください。倒します。どんな違いを見せれるか、そこを楽しみにしますね。2021年考えうる日本バンタム級究極のマッチアップ。史上最高の黄金のバンタムはここにある。井上尚弥 VS 比嘉大吾。チャリティーボクシングイベントレジェンド、いよいよこの戦いが最後です。そうです、モンスター降臨です。井上尚弥、その対戦相手 X、 正体は比嘉大吾でした。 This is the main event of the evening, a legend match of three minute rounds. Ladies and gentlemen, are you ready?In the blue corner, representing Ambition, he is a former WBC World Flyweight Champion, Daigo Hida! 元フライ級世界王者がバンタム級転向。さあ、この二人、これが最初で最後か、それとも比嘉大吾です。 And his opponent, in the red corner,Representing Oasi Boxing Gym, he is a BOPA World Bantamweight Super Champion and the IBF World Bantamweight Champion, Naoya Inoue! 2021年はバンタム級4団体統一。さあ、モンスター井上尚弥、最後にコールを受けました。新型コロナウイルスに負けないリアルエンターテインメント、レジェンド、大トリを飾るのは日本ボクシング史上最高傑作井上尚弥、そして同じバンタム級に転向を果たしました元 WBO 世界フライ級チャンピオン、ハードパンチャーの比嘉大吾です。共にヘッドギアを装着しての戦いとなります。井上は話しました。生ぬるいスパーを見せるつもりはない、ガチでいきます。対して比嘉、ガチでいかなきゃやられる、突進する。さあ、いよいよメインイベントの第1ラウンドが始まりました。黄色いグローブが井上尚弥です。そして黒いグローブが比嘉大吾です。
比嘉が中央を取ってプレッシャーをかけに行こうというところ、ジャブをダッキングかわしながら前に突進したい、イノシシのようにと話していたのが比嘉大吾です。さあ竹原さん、はい、いよいよメインですね。そうですね、お互いにパンチありますからね、これはダウンの一つや二つあるんじゃないですか。そうですね、畠山さんどう見てますか。そうですね、まあ、これは試合というのはスパーリングですけどね、試合の時のような緊張感があるし、本当どっちもね、本当竹原さんが言ったようにパンチがあるから、本当ね、瞬きする暇もないですよ、これすごい緊張感です、うん、さあしかしここまで出ていこうというガードの間をついて右のストレートにつなげたのが比嘉です。ショートのアッパー2つ、左顔面当てていきました、右のフックにつなげます。徳敷さんいかがでしょうか。はい、もう2人はね何度もやってるんですけども、今はまた違う意味でね、違うジムでバンバン世界狙ってますからね、比嘉君もどこまでできるか今日勉強になるでしょうね。まあ、数年前数回スパーリングしましたが、その時は歯が立たなかった、そんなコメントもあった比嘉大吾でした。何回もやってないですよ高橋さん、何回かです。じゃあウーを右のフック、これ吹きます、左につなげた、なんかパンチに迫力があるな、全部怖いね、一つ一つが怖いね。木村翔選手がよくこの井上尚弥の対戦相手に名乗りを上げたねって勇気を与えてましたね。大体の選手が断ったんですよね。そうですか。うわーボディに集めて一つ上げて攻撃変える、やばいよ、ちょっとかくってきたな。じゃあ井上チャンピオンよく見てるな、うわー強烈ボディ、しかし出てきます、前に出ます、これ面白い角度で前の手、さあ顔を覗かせるようにしてガードの隙間から右のスイングフックです。効くなグローブ、グローブの上からです。うわー左、ダッキングまずね、ダッキングまず、右一つ返しました比嘉、ボディからそのままアッパーに上げていきます、右入れ替えてボディ、なんか比嘉君もパンチ強いんだろうけど、なんか質が違うよね、なんか井上君のパンチとね、なんか見てる感じでもやっぱ的確さが違うね、的確さが、スコーンスコーンって入るからね、井上君の、そうなのかな、なんか質が違うっていう感じですかね、なんかうわー前の手で2つ右フックを見えています。もう早くも残り30秒、パンチもすごいんだけど、いや井上君のこの的確に当ててくるのすごいね、すごいサイドのステップ、さあ誘い込むようにしてガードを下げています井上、左右を一つ返していく比嘉、ロープを背にしていますが、さあ狙っているようにしか見えない左ボディ返していきます比嘉も、おおいいね、お互いいいよ、ボディから右のパンチにつなげていきます顔面に、ここ短い間合いですが体滑らせるようにアッパーから左右のフック、ここで第1ラウンド終了です。見応えあるね、見応えありますね本当に。竹原さん改めて井上尚弥、そうですね、距離感の取り方もうまいし、なんせパンチの瞬発力っていうんですか、が早いですよね。これ印象的だったのが畠山さんがおっしゃったこう質の違いっていうコメントですね。違いますよね本当に、どう言っていいんですかね、一発一発ね、距離のないパンチでも迫力あるんですよね。そうなんだよな、なんとも口で説明できないんだけど、うん、明らかにパンチが違う感じするじゃないですか、なんか比嘉君とは。比嘉君パンチあるんでしょ、あるんだけど的確に当ててくるからね、井上君のパンチは的確にパンパンパンと、それだけじゃない、こんな質っていうのかな、パンチので12ラウンドで、まあ、組み立てることができるんですけど、世界戦は、はい、これ3ラウンドで倒しに来てますん で、 そうです、ね、3ラウンドで多分もう組み立てに来てると思うんですよね。これはすごいな、これなかなか見れないよこれな。そうですね、さあ第2ラウンドが始まります。黄色いグローブの井上尚弥、このバンタム級に階級上げてきたのが元フライ級王者の比嘉大吾です。うわ右につなげます、最後井上ボディ呼び込むように左ガードを下げて下からの軌道のパンチです。ここはクリンチ一旦嫌います。比嘉君もね15連続の KO、ね、そうですね、KO 連続やってるからね、浜田剛さんに並ぶ日本の記録です、ね、ボディ2つ、今度は顔面につなげて左2つです、頭から入っていきます、猪突猛進、その戦法でいきました。比嘉大吾は話しました、もう対策しても仕方がない、アッパ入ったよ、アッパ入ったよ、対策は通用しないとも話していた比嘉、前に出るしかないと話しています。左をお互いにジャブを刺しました、ツースリー左が当たります、左のボディフック比嘉が返す、バーになって帰ってきます、
しかし、まあ、しっかりねブロックはしてるけどね。左空を切りました。この機会も相手見えています。お互いのプライドをかけたねこの戦い、すごいねピリピリするね。左でした。うわー、ここあえて顔を前に突き出すようにします。左ボディフック、これはしっかりエルボでガードしているか。突き放した、パワーの差もあるのか。うわー、左強烈レバブロ、すごいな。うわー、顔面ボディとフックを打ち分けてきます。まあ、比嘉君はもらいながらでも下がらないからいいですよね。わー、今度アッパーでした。ね、比嘉出したもんだね、打たれながらも前出るもん。そうですね、これ下がったら逆にやられちゃいますからね。逆にっていうか下がったらあれだよ、うん、逆にっていうかもう一気にやられちゃうから。比嘉のボクシング前に出るボクシングだからね。アッパー、第2ラウンド残り時間1分、残り1分を切りました。下がらないからまだ耐えられてるんだねこれね。いや、比嘉君もこれまだまだ世界取るよねこれ。血が入ってきます、アッパー。しかしこの左ボディ、右効いた、顔面がグラッと揺れました。右ステップ入れ替えてよ。はい、右ステップ、ナイスショット、そのジャムで、そのジャムで、オッケー。うわ、効いてんじゃないですか。吹っ飛ばされてるもんね。アッパーから左、うわ、さまざまな軌道が2歩下がります。ワンステップ呼び込んで、ワンツー入れ替わりました。右ノーモーションから来た、今度は前の手です。2つ3つ4つ、いや、しかしここはもう下がらない、下がると飲み込まれる、出るしかない。うわー、しかし下がりながらも的確に出てくる井上、ないね、これすごい。アッパー、残り10秒切ります。右につなげた、ここ最後は1つガードしていましたが、第2ラウンド終了です。やっぱりすごいね、すごいもん同士のスパはすごいわ。うわ、迫力ある。おお、ヘッドギア取ったよ。おお、ヘッドギア外しました、両者とも外した。いや、怖いなこれ、怪我ないかお前。ちょっと竹原さん、盛り上がり、盛り上がりは盛り上がりますよね。いや、これ怪我怖いね、それより。で、比嘉君もやっぱりプライドあって、あの、すごいです ね、向かってきますもんね。いや、すごいな比嘉君もな、結構打たれてますよ。これ来るかね、うん、比嘉選手のセコンドにも今乃木トレーナーついていますが、まあ、井上選手がもしバンタム級にとどまるならどういう風に戦うかは頭の中で実は考えてますと。 3,4 戦やってみて、このバンタムで少なくとも世界タイトル持っていないと話にならないが、ベルトが挑戦の資格になると思うので、その段階を踏んで、そんな話もトレーナーしています。まあ、そのうち戦う可能性もあるわけですからね。さあ、なんと最終第3ラウンド、両選手ともヘッドギアを外しています。黄色いグローブがモンスター、井上尚弥、まさにモンスター見せています。しかし、それに愚直なまでに前に出てくるのが比嘉大吾です。ワン、ツー、スリー、アッパー、しっかりガードを重ねながら体を振って左、当たれば倒れる。正直に入るな、ジグザグに入れ、正直に入るな、そんな声もノキトレーナーからでしょうか、聞こえてきます。柔らかい、これ前の手でポンポンと下から触るようにして、まあ、マタドールのように操るようにします。左につなげたアッパーがあります。比嘉、左上から、いや、渡嘉敷さん、本当にヘッドギアないですからね。いやいや、もう見逃せないねこれね。左ボディだ、シングスキも、うわ、すげえなこれ。バッツの中にこじれる。うわー、左足で一つ、うわー、下がると見せて右、しかしバーを下げたまま。いや、お互いのいいとこ出てるよね、お互いのいいとこ出てるよ。はい、右待って、さあ、近い前、頭から入ってボディに集めます。この後井上はアッパーでした。右、右を一つ飛ばしていきます。比嘉、リズム変えて、リズム変えて、せーの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 、顔で受けたんだろ。そのジャブ、そのジャブ、そのジャブ、腹までバックステップ、前外します。背中を一瞬抜けながら右、今顔面はうまく流しています。そして下からすくい上げるようにアッパー、しかしちょっとつもうし、前に出続けるこのスタイルは変わりません。比嘉、右の方に先が進めます。ああやって見せるんだが、井上君も相当な余裕を持ってんだねこれ。左2つです。畠山さん、どうですか、ちょっと言葉なくしてますけど。いや、もう 見入っちゃいますよ。本当見入っちゃうよね。あ、言葉がない。やったからさん、分かりますね、分かりますよね、はい、ね、比嘉君に打たしてるんですけど、まあ、打たれてないですもんね。あ、はい、右だけで避けながら狙ってますもんね。これも流してるんですね、スイーピン
ングアウェイ使いながら、この余裕すごいな、まあ、肩でガードするようにして、ちょっと笑いました、答えた、右のストレート入れた、一つアッパー、比嘉もガード下げています、右届きません、比嘉君もこんな強いのと戦ったことないって感じですよね、これ、うわー、アッパー2つ、3つ、おお、すげえ、右のジャブです、いや愚直に前に出てきますが当たりません、当てさせません、井上、残り30秒切りました、この2人の戦いが見られるのはもうあと24秒、アッパーで来る左フック、笑ってる、答えています、こうしても、うわー、右強烈だ、いい右アッパーですね、入ってますね、比嘉君の突進力もいいですね、比嘉諦めません、すごい諦めないもんね、折れません、さあ残り10秒です、ワンツー入れました、世界狙いやつは違うな、右ストレート入れました、この2人の戦いはこれが最初で最後なのか、それともまだ先があるのか、ここで終了、チャリティーボクシングイベントレジェンド、いや素晴らしい、メイン井上尚弥対比嘉大悟終了です、いやこれ世界タイトルでやってほしいね、世界タイトルでそうなの、いやすごい、いやちょっと畠山さん、はい、最後のメイン、ちょっと特別でしたね、そうですね、これは試合と一緒だね、すげえわ、さあリプレイも振り返りましょう、竹原さん、改めて試合通してどうでしたか、はい、そうですね、まあ、あの試合の流れは全部あの井上君がもう全部取ってたと思うんですけど、井上君ペースやってたんですけど、でも比嘉君も、まあ、最終ラウンドですか、もう本当にね、常に衝突申しんですかの言う通り本当に向かってきてますよ ね、 いや、 やっぱ比嘉君もねチャンピオンだけあっただけあってやっぱ強いですね、そうですね、これ本当に畠山さん、比嘉選手がねどう感じたでしょうね、このスパーをやって、まあ何年か前にねあのフライ級の時にスパーリングやってるって話聞いてましたけども、まあ差はですね、両選手に会場から拍手が送られます、いやこれ世界タイトルで小さいグローブで見たいですね、それでは両選手に一言ずつ伺っていきたいと思います、まずは比嘉大悟選手お願いいたします、コロナ禍の集まってくれてありがとうございます、あとあの鍋さんありがとうございました、言えばいいんでしょう、疲れました、井上チャンピオンはどうだったんですか、お返しします、ありがとうございます、続いて井上尚弥選手お願いいたします、皆さんこのコロナ禍の中、会場にお越しいただき本当にありがとうございました、そして、まあ、このイベントが決まって相手がなかなか決まらない中、比嘉選手スパリング受けてくれてありがとうございました、ありがとうございます、まあ、これはあくまでスパリングなので、また普段見せない動きだったり、まあ、サウスポーに構えてみたりとかいろいろやりましたけど、決して手を抜いたわけではありません、あのしっかりとガチでやらせていただきました、井上尚弥選手ありがとうございました、今一度両選手に盛大な拍手をお願いいたします、さあまさにレジェンドにふさわしいメインイベントでした、今一度リング上に登場していただきます、選手登場、さあこの後今日リングに上がった選手たちが再び集結します。